ウェイヨー、どうもかけまるです。今日はかっくんに検証をしていきたいと思います。今日やる検証がロングヘアが好きな彼氏に黙ってショートヘアにしてみた。うちが髪切ろうかなって言うと、絶対似合わないじゃんって言ってくるんですよ。なんでちょっとショートカットにしちゃったっていうドッキリをかっくんに仕掛けていって、その反応を見ていこうと思います。今日髪は切りません。ということで本日用意したのがこちら、バンカツラ。これをかぶってショートカットになりたいと思います。じゃあ早速ちょっとかぶってみますね。本当にね、もう付き合って今2年以上経つけど、髪短くしたことがなくて、人生で短かったのが中学校かな。バレーボール部だったんで、中学校以来のショートカット。なんか怒る気がする。え、なんで髪切ったのとか言われそうな気がするけど、頑張っていいとこ取れるように。このね、パッツンっていうのがやばいよね。まずやばくない？これすぐバレるよね絶対。どうですか？さすがにやばいよね。だってもう動くの。ほら、ちょっと帽子をかぶっていきます。お、どう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 、いかん？なんかすごい喋ってんな今日。え、いい感じ。こんな感じになりました。これは結構騙せる気がするんだけど。よし、じゃあ早速これでパックの帰りを待っていきたいと思います。それではやっていきましょう。嘘でしょ。どう？嘘でしょ。切っちゃった。前髪見て、作っちゃった。あの髪の毛は？切った。だってドライヤー大変なんだもん。なん？なし寄りのあり。あり？なし寄りのあり。だからなしだけどあり。どっち？意外と意外といいじゃん。いいでしょ。うん。でも絶対ロングの方が良かったよ、ななちゃん。そういうこと言う人嫌い。可愛いね。翔太くんも可愛いね。翔太も可愛い。意外、マジで意外と似合ってる。意外とっていい意味なの？いい意味でね。うん、かわいい。ちゃんちゃんちゃん。かわいい。髪切ったの今日？髪切ったよ。かっくんに内緒で美容院行ってきた。かわいいじゃん。これ多分ウケんじゃん、 YouTube とか。みんなさ、多分、奈々ちゃんの前髪見たいって言ってたじゃん。みんなまたファン増えちゃう。夏ファン増えるよ。夏ファン増えるよ。これでチャンネル登録1万人プラスされる。どう？うん、普通に可愛い。普通に？俺は、なあちゃんは絶対ショート似合わないと思ってたから、ダメって言ってたけど、意外と似合ってる。写真でさ、見せてくれたじゃん、ショートのなあちゃん。昔のね。あの時は、うんって思ってたけど、なんか顔変わった？うん、変わった。いじった？うん、化粧した。可愛くなったぜ。似合ってる。よかった、よかった。俺、うん、こっちでいいよ。いい？
だって楽でしょ、お風呂とか。うん、よかったね、ウィー病院さんでよかったね。うん、これ買ったやつだよね。うん、これあ、それ一緒に買いに行ったやつ、かわいいね。トイレ行く、最近 TikTok ハマってんだよな、かわいい子。え、トイレ行ってくる、ななちゃん、トイレ行ってくるね。な、TikTok のかわいい子いるよ。うさなな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 。終わってんじゃん。あ、うんこしてんの？うんち？ドッキリ？え、じゃあドッキリ？今なんか彼氏がめちゃめちゃキレるドッキリやります。逆ドッキリです。ねえ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 、ちゃんとさ、トイレの蓋閉めたよ。当たり前よ、当たり前よ。マジか。なんかダンス踊りそうじゃない？この髪型。ちょっと踊ってみてよ。なな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 。え、マジか。どうしたの？どうしたの？普通に言ってなかったことあんだけどさ。うん。いや、普通にショートカットの子、俺普通に無理なんだよね。何が？じゃあ、なんていうの、似合ってる似合ってないとかじゃなくて、ショートカット自体が好きじゃないんだよな。言ってたよね、これ前からずっと俺。ショートカットの子、可愛い子いっぱいいるけど、ショートカットは好きになれないって言ったよね、なんちゃん。可愛いからいいけどさ。可愛いよ。マジかー。なんでそんな嫌の？俺ロング派だったよ。まあでもなんちゃんの人生だから。でもさ、あとちょっとで伸びるかも。なんか髪が伸びんよ。伸びるよ、髪は。伸びんよ。俺ワカメ嫌いだし。うちが食べんだよ。マジか、普通に慣れる。慣れたの？髪の毛だけでそんなに？普通に慣れる。だって俺嫌だって言ってたじゃん、さっきこの前からずっと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 。でもさ、TikTok でさ、ショートカットの可愛い子いっぱい見てたからさ、ショートカットが好きなのかなと思った。違う、ナナちゃん、ナナちゃんが良かった。ナナちゃんか。ナナちゃんか。いや、マジか。はぁ、え、なんで切ろうと思ったの？びっくりさせようかな。びっくりさせようと思ったの？髪なんていいよって何聞こうと思ったの、髪の毛。だってさ、ちょっとまだ痛いの、切ったばっかり。どういうこと？痛いんだよ。マジ、マジで慣れた。慣れたの？でも可愛いって言ってくれたから。可愛いけどさ、違うやん。そんな怒る？うん。なんで？なんで？
前髪久しぶりに作ったんだけど、俺初めて見たよな、ま、生で。確かに、はあ、マジないわ。そんなに今年一ショックかもしんない、これマジで。そんなにショックか今年一だよこれ。 12月にして今年一塗り替えたわ、なあちゃん。マジか、ちょっと今日一人で寝たいわ。え、お風呂も一人で入る、歯磨きも一人です、いつもしてる、トイレも一人です。それはいつもしてないよ、ね、何なんで笑ったの今。じゃあ可愛かったの、やっぱ可愛いの、ショックかった。でもあ、ほんとやめて、マジで、ちょっとマジで、ちょ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 、すぐに受け付けないの、生理的に一回え、もう一回見てみれば、うん、今日いい、今日いいや、言ったじゃん、マジでショート嫌いだよって。ああマジない、今年一だわ。でマジドンキでさ、ドンキホーテ行ってさ、じゃあエクステ作ればいいんでしょ。カツラ買ってきて、ロングエクステってあるんだよ。じゃあドンキでいいよ、カツラ安く高いから。エクステは家にいる時ぐらいさ、カツラ買ってくんね、ロングでいい。エクステとかしてほしいけど、もったいないじゃんお金が、せっかくショートにしたのに。うわーマジショート、ショートマジか、普通になる。いやならんのかいこれ。で、あとテロップ入れよう。ね、そんな顔しないでよ。あーマジショック、普通に。なんでマジで、もうな、髪が髪生えてこないかな、マジマジうぜえ、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 マジサウナサウナ、うぜえ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 、マジうぜえ、無理。何？てってれー、ドッキリでした。ドッキリでした。終わってるわ、マジやばいやん。何が？ドッキリだよ、てってれー。いや普通にショートとかマジ無理。え、ショートじゃないよ、普通に無理。てってれー、え、マジうぜえ、マジうぜえ。何これ、動画撮ってんの？普通にボツでしょ、こんなの。なんで？普通にボツでしょ。そんな怒る？うん。え、普通に何？どこでカメラあんの？あれ、オンになってます。あれ？あれ、オンになってんの？うん。あ、気づかなかった。普通にボツだ。なんで？全然面白くないし、普通にうざいし。ちょっと出かけてこようかな、もう一回友達と。誰と？ちょっと、なんかどっか行く、散歩してくるわ。一人で？一緒に行く？いい、一人。なんで？じゃあね。どこ行くの？てってれドッキリ大成功、逆逆ドッキリ。
かのちゃん。え、先日カメラ撮れてた時にさ、俺新規スイッチ、あ、待ってんのか分かんなくて覗いたら待ってたから、ドッキリじゃね、ドッキリだったって、なんならもうね、分かってた。違う何、勝浦めっちゃくちゃずれてたもんね。なんか、奈々ちゃんの地毛が見えてた途中から。この頭かゆいかゆい。なんでかゆいんだもん、これ。もうカツラって分かった瞬間、よかったと思った。よかった、うん、ショートじゃない。そう。別に、でも似合ってたけど。ごめんね、奈々ちゃん。ごめんね。おいで。よし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 。わかんないよ、俺そんなんじゃ。どうでした、え、そんなわかる、だって帽子かぶったらわかんないじゃん。ね、ずれてたんよ、のーちゃん、なーちゃん、のーちゃん、のーちゃん。途中からね、カツラめっちゃずれてた。だってさ、見て、これだけだとマジでやばくない？でも普通に似合ってないでショート、前髪あるやばいでしょ、普通に見てみ。でもね、明日ね、ショートにする予約してる。え、嘘でしょ。はい、この動画がいいなって思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録、そしてインスタグラムも登録、フォロー、せーの、よろしくです。おいてく。バイビー。